最近あったきらめいたことは、お洋服をいっぱい買っちゃった。こんばんは、黒木ほのかです。こんばんは、小山桃代です。2人揃ってサンダリア向きラブあり、この番組は声の力で世界にきらめけをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送初の冠レギュラーラジオ番組でございます。91回目です、はい、なんか今日は12月21日そうだよ、水曜日ということで、うん、ベストアルバムの発売日でございます。おお、今日か。そうなの。本当だ。半端ないよ。やったー。半端ないね。嬉しい。嬉しいわ。どうなんでしょうか。そっかそっか、もうそんな時期ですか。そう。で、まあ夜ね、今19時ですか、うんうん、に放送されてるんで、うん、もしかしたらもう結構聞いてくださっているっていう方も、おすでにね、いるかも。聞いてる方もいらっしゃるかもしれない。うん、そういう方はぜひあのハッシュタグにね、うん、あのなんていうんですか、 CD 写真撮って載せてくれるとすごい嬉しいな、なんて思います。はい、でまあ今日が21日ということは、うん、3日後はライブということで、ヨエピ本当に恐ろしい。どうしよう。いや本当だよね、これ武者震いとかじゃないから、ただただ怯えてる震えでございますけれど、いやちょっと頑張るわ。頑張るもしなきゃね頑張るわ、まあ、リリースイベントもね、うん、お昼にそうだありますので、うん、きっとまあ当落みたいなものはもう、うん、出てるかなかなと思うのでね、うん、ぜひ当たった方は、はい、きっとワンマンライブというか夜も来てくださると思いますので、うん、ぜひ一日サンドリオンでね、あの楽しんでいただければと思います。はい、私たちも頑張ります。いやもう聞き込んできた方がイブのライブは楽しめるよね。そうだね、うん、だと思います。なのでぜひぜひね、聞けるタイミングがあればずっと聞いといてください、はい、お願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、で私はいっぱい服を買いました。あーそう別にきらめいた話ね。そう、そんなに着ていくタイミングもないんだけどさ。いやいやいや、まあ、いざという時がありますから、ね、今はちょっとレッスンたくさんやってたりするタイミングかなと思うので、うんうん、まあでも31日のコミケでなんか着れたらいいなって。そうだね、思ってる、うん、うわ何着よっかな。5分ごとに着替えちゃおっかな全部着ますとか言って脱いでくんじゃない。最初すごい着ぐれしててこんなになっててありがとう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 みたいなそれ一番時短でいいね。そうだよ、だから細身の服からヒートテックぐらいから着てヒートテックは見せないよ見せないか来たーってなってるかもしれませんが、まあ、それを見にねコミケも来ていただき、やらなきゃいけないじゃんそんなこと言うとまあね、当日何を着るかはまあお楽しみです。そう、可愛い服を着ていけたらいいなと思うので、うん、皆さんもよかったらかっこいい服もしくはあったかい服で着てくださいそうだね、大事だね。そう、よろしくお願いいたします。ということで早速始めていきましょう。サンドリオンザレイディオスタート。オンザレイディオ、改めましてサンドリオンのオレンジ担当黒木ほのかです。サンドリオン緑担当小山桃代です。よし、お知らせしよう。はい、先週もお知らせしましたが番組からのお知らせです、うん、番組グッズ第1弾ドリラジセットが12月30日から東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット101文化放送ブースにて先行販売されますよ。そうです。ドリラジセットの内容はクイッキーコインケース、ボールペン、ハンカチ、ステッカー以上の4点セットで価格は税込み3000円です。よいしょ。ちょっとね画像を差し込みます。こちらドーン、こんな感じ。わーすごい、これ初公開ですか。ここでわー、おー、やった。そっか、確かに今まで文言でね、うん、お伝えしてたっていうところなので、もうこれ実際見たら欲しくなっちゃうかもしれないですよね、うん、こういうデザインになっております、うん、クイッキーコインケースなんですが、うん、アメリカで人気のコインケース、クイッコイン
のオリジナル品ということで、ビニール素材で耐水性にも優れ、キャンプやフェスなどアウトドアはもちろん、ちょっとした買い物でも重宝します。イエス、はい、こちらメンバーカラー4色ごとに用意しておりますよ、うん、そしてシンプルだよ。そしてボールペンですね、うん、こちらも4色ありまして、で日常で使いやすい定番のボールペンでございます、うん、それぞれのねメンバーからの一言メッセージっていうのがねこう書かれてるんですよ。書いてます、うん、これ直筆のねやつをね、プリンティングしていただきましたけれども、はいはいはい、でまあ何が入ってるかは商品を実際手に取ってご確認ください。お、あ、じゃあ何が当たるか分かんないってことですか。いや違う違う、あ、メッセージが秘密ってことか、うん、びっくりした。もよちゃんのやつくださいっていうことはちゃんと言える、うんうん、じゃあ私が何をこう書いたかっていうのは当日にならないとちょっと秘密ってことね、うん、そうかもしんないですね、うん、4パターンありますから、これもそうです、みんな書いてること違いますのでね、ドキドキですね、ぜひねコンプリートしていただきたいと思います、うん、そしてハンカチ、yeah. ハンカチーフ、うん、汗を吸収しやすく肌触りも良いシャーリングハンドタオルです。お、番組ロゴの四方にメンバーサインを印字しています。そうなのよ。なるほど、いいよね、なんかありそうでなかったかもしれないですね。確かにハンカチもうマジで毎日使うもんだから、うん、持ってて損はないですわ。そう、サンドリオンとしてはハンカチって出したことが実はない気がするので、ね、まあ、タオルとかは結構多いけどハンカチこのサイズ感はなかなかないし、ね、手軽に持ち運べるのでぜひよろしくお願いします、ね、そしてステッカーですね、こちらも番組ロゴにメンバーサインが入ってると、うんうん、パソコンだったり机だったり、まあ机に貼っていただいたり、まあ、よくあるさ小学校のさ小学生が使ってるさ勉強机ってさ、なんか机にの上にさなんか透明なさなんかカバーみたいなって家で使ってるやつね。そうそうそう、そこに、まあ、そのね机がまだあの存在してる方はぜひそちらの方に、うんうん、入れといて挟んでいただいたりとか、まあ、iPhone ケースとかね。そうそうそう、うん、そうなんです、まあ、iPhone に直張りしていただいても構いませんし、でもいいですよ、うんうんうん、そうね、そんな感じ、まあ、実際こう写真で見るとうん、なんか欲しくなってきちゃったんじゃないかな、可愛いですよなんて思いますのでよろしくお願いいたします。コミケ会場でこのトリラジセットをご購入いただいた方には、うん、12月31日午後1時から文化放送ブースで開催される私たちサンドリオンによるお渡し会参加応募券を先着で差し上げます、うん、はい、お渡し会13時からは小峰亜美、うん、13時30分からは黒木ほのか、うん、14時からは小山桃代、うん、14時30分からは塩入り飛鳥がそれぞれお渡し会に立つんですけれども、はい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 、まあこれね一応先着順のお渡しで、うん、小山さんの分が欲しいですみたいな感じで言ってもらうんですけれども、うん、もう余ったら悲しいのでぜひお願いします。そうぜひっていうところなんですが、まず、うんうん、コミケ自体に入る入場券を手に入れないと、うん、まあ、文化放送のブースまでたどり着けない、そうだね、とのことなので、うん、誰もが、まあね、簡単に入れるわけじゃないんだね。そうなのよ、うん、なので忘れてたよみたいなおバカさんは、うん、おちょこちょいさん、ね、今から急いでちょっとコミケのホームページとかを確認していただいて確実にね、うん、手に入れてほしいななんて思います、はい、そうなのよ、そうなのよ、ドリオンズにちょっと一旦頑張ってもらわないと、まずコミケの参加券が必要なのね。そうなの、そこでまずコミケに入れて、その後先着順のお渡し会の券もゲットしなきゃいけない。ちょっと大変ですけど、難易度高かった、うん、思ったより、思ったよりね、まあ、でもやっぱ大晦日に会えることなんてなかなかないですから。そうなの、だからぜひね、うん、その難関を突破していただいて、はいはい、私たちに会いに来てくれると嬉しいなと思っております、うん、いや実物の写真も見て多分ね高まってる頃だと思いますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくね、待ってるよ、はい、お渡し会参加については文化放送のホームページ記載の参加概要必ずご確認の上ご参加ください。たくさんのご参加お待ちしております、はい、よろしくお願いします。じゃあメールの方読んでいこうかな、はい、行こうぜ、俺は悪くねえさんです。ありがとう、皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは。早いもので気がつけば12月も下旬に入り、うん、クリスマスライブが近づいてきましたね、はい、絶賛練習中だと思いますが今言える範囲での見どころや頑張っているポイントなどありましたらお聞きしたいです。はい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 、はい、まあ、いやあるよ本当、うん、教えてよ私にも久しぶりの曲があるじゃん。 あるね、あもうだからやばいのよこうね、結構さ10月にもワンマンあったし、いややってるでしょと思いきや、そう結構させっかく、ま、年末だし、まあ、年末クリスマスライブだし、うん、やってない曲やりたいよねみたいな、やっぱ私たちのさうこうサービス精神の豊富さがさ瀬戸に出ちゃってんのよ。そうでそれ後々自分の首を絞めてんのよ本当にマジでやばい。そうだからもう最近聴けてなかった曲も聴けるんじゃないですか、この見どころとしては、ね、
そうなの。気になって行きたくなっちゃうよね、そんなこと言って。いやそう、来てほしい。頑張るからにはね、いろんな方に見てほしいななんて。そうそう、いや本当に久しぶりにやるとさ、まあ、過去あんだけやっててもさ、やっぱ出てこないもんだよね、出てこない。いやそうなのよ、うん、でまあね、歌わりもちょっと変更してたりとか、うん、そう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 、演出もついたりっていうのがあって、うん、もう本当にてんやわんやなんですけれども、うん、まあ、皆さんと一緒に楽しいクリスマスイブを迎えるためにも、はい、うん、そうだね、頑張っておりますので、はい、あの曲を聴きに来てください。ぜひぜひ。今一般発売がまだ残っていれば、うん、いや残ってる残ってる、来れると思いますので、こいこい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあもう一つ、はいはい、続きましてラジオネーム西谷さん、ありがとう。桃江ちゃん、ほのかちゃん、こんばんは。こんばん。イベントに行ったら12月24日のクリスマスイブに生放送します、予定ある人と言われたので、サンドリオのライブに行くわと思って手を挙げたら、予定あるの？オタクなのに？って言われました。かわいそう。サンドリオンさんのおかげでクリスマスイブに予定があるオタクになりました。ありがとう。誰誰誰誰、そんなこと言ったの、よくないよいつも言ってる、ね、サンドリオンみたいなこと言ってる ね、いつも言ってる側なんですけど、サンドリオンみたいなこと言う人いるじゃん。実際そのね、よそからそういう話を聞くと、なんか えげつないこと言ってんなって思っちゃうね。よくないね、いつも言ってるのに、ね、気づいちゃった私たち。そうだよ、私たち本当に激切れしてるよね、うん、そうクリスマス、いやいや来れるでしょうって言って予定あるやつに、うんうん、まあだってなんかあるなら25にしなよって言ったね。ね、一応本ちゃんは25な感じしますけど、うん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 、でもやっぱほら先週も言ったけど、うん、24にそうやってなんか入ってしまった時に、うん、なんか25っていう予備日があった方がいいから、いやそうだよ、多分24に先に予定入れて、うん、それがダメだったら25も使うっていう感じだから、24が先に埋まるんだよね。そうだね、そういうことだよね。で結局25は寂しいんだよね。そう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 、そんなこと、そうそうそう、そんなことないよ、ないってば、ないんじゃ、うん、ないかな。いやまあでもさ、24にサンドリューのライブ来て、その余韻に浸ってもう何も動けなくなっちゃうと思う、25は。そうなんだ、だから予定なくても大丈夫だよ。あーすっごいいいライブだったなーで1日終わるから25は。そんな頭直接殴るぐらいのこう余韻がね。そうそう、まあ、確かに、あ衝撃的なライブだった、最高だったよみたいな、それぐらい思ってほしいから、うん、いだからまあ来て後悔はないですよ24。そうですね、うん、ぜひサンドリオンにちょっとくださると嬉しいなと思います、はいはい、アルバムも出たばっかりですから。そうだよ、そうですよ。じゃあもういつ、はい、マコジーさんです。ありがとう。皆さんこんばんは。こんばんは。先日京都を歩いていたら、はい、サボテンの自販機を見かけました。昨今は変わった自販機が増えてきた印象がありますが、皆さんがこんな自販機あったら嬉しいなと思うものは何ですか。何これ、マジサボテンだ。サボテンの自販機じゃん。いくら、いくらくらいで買えるんだろう。でも1000円って書いてるよ。あ結構そのお手軽というか、思ってたよりもお手軽に、うん、割と全いろんなやつがありますけど、うんうん、全部1000円かもしれない。私この間お台場行ったんですよ、うんうん、推しのイベントに行くために、うんうん、となんか鍋の具材、うん、自販機みたいなあったよ。それはその場で食べられるの？いや多分食べられない持って帰るんだ、うん、なるほど。値段も結構なんかまちまちだったけど、2000円3000円4000円5000円みたいな、なんかそんなぐらい分かれてたけど、うん、おここで一気に買えるんだなみたいなまあね、スーパーでねレジ待つとかはないっていうね、うんうん、何私はでもそれこそグミとか、うんうん、あチューイングキャンディーとか、うん、ガムとかに割と特化した自販機は欲しいなって思う、うん、なんかまあ、ね、あのなんていうの、ちょっとしたさ、うん、栄養補助食品とかの自販機はあるじゃない、うんうん、あるね。でももっとなんかジャンキーなキャンディー、ジャンキーなキャンディーみたいな感じの、うん、攻めた自販機、はいはい、おやつ自販機がもっと普及したらいいなっていうのはちょっと思う、うん、確かに。この間さ羽田空港行った時にさ、うん、ニューエラの自販機があって、ニューエラの帽子とか、うん、なんか多分服とかちゃんと見てないんだけど、うん、買える自販機と か、うん、なんかディズニーのグッズが買える自販機とかが羽田空港に置いてあって、えすごい、確かにもうここでもうなんかちょっと思い残すことなく買い物ができる、まあ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 確かにできるんだって思ったけど、おもろいな。そう思うとやっぱあのお土産とかさ、なんか手軽に買えるお土産の自販機とかあったらさ、忘れた、あやばい買うの、あの人に買うの忘れてたとかさ、しかもレジめっちゃ並んでるからね、そうそうそう、お土産屋さんってとかあった時に、なんかこんなにいっぱい入ってなくていいのにとかのお土産とかがちょっとなんか
何個かだけ入ってるやつとかを自販機とかで売ったらなんか良くないってちょっと思っちゃった。自分用のねなんか2個入りとか欲しいよね、うん、そう自分が欲しいやつとかはいや10個も1人じゃ食べきれないよとか結構あるじゃないですか。割と最小の数が5だったりするじゃん、うん、5はね1人きついんだよね。そう私特に生ものとか何個だけ足りないとかさ、うんうん、かあるね。発生した時のためになんかそういうお土産とか、あ素敵じゃないですか、うん、あったらすごいいいと思いますね。誰かお願いします頑張ってください、はい、っていうところですかね、はい、皆さんお便りありがとうございました。引き続きサンドリオメンバーへの質問や相談事など何でも OK ですので送ってきてください、うん、はい。ではここで一曲、サンドリオンね星のラーム。星のめぐりの速さに追いつきたくて強く夢見た。いつしかあのしない光
対決サンタリオン。このコーナーはその日のパーソナリティ2人が文化放送に転がっている何かで対決するその日暮らしのバトルコーナーです。負けた方には罰ゲームが待っております。そしてリスナーさんからはその罰ゲーム案を送ってもらいます。そんなこのコーナー今回はこちらの対決をします。デレン、スリングパック。スリングパック、早く終わる、簡単にできる、スリングパックしようでございます。イエーイ。これね、ここになんかゴムがね、そうなの、ついてて、ここね引っ張って、うん、向こうに送るんですよ。そう、相手の陣地に自分の駒を送っていくっていう感じ、うん、でこれが全部なくなったら負けなんだって、うん、でも相手も送ってくるから、まあ、ちょっとまあ心理戦にはなってくるのかなって感じだけど、でもね、ターン制じゃないから本当にずっとうわー、勢いでやっていいんだって。そう、やっていいか、ちょっと難しいよね。だから本当に終わるのかっていう、ね、しかもこれ固定しようちゃんと。そうだね、固定してやろうか、うん、バーンってなっちゃうかもしれないので、はい、スリングパックやっていきたいと思います。まあなんかホッケーみたいな感じだよね、エアホッケー的な。そう、ゲームセンターとかにあるこう手動のホッケーみたいな、うん、ちょっとミニマムタイプでやっていきたいと思いますよ。ということで早速対決していきましょう。よし、いくぜ。ちょっと固定するね、これ。え、どうやってどこ固定する。3、2、1、5。あ、いけ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 どっちがいいんだっけ、これなくなったらいいんだっけ。なくなったらいい、なくなったら勝ち。あ、やばいやばいやばい、それはやばい、それはやばい。でもさ、あのマジで、あのなんだっけ、カーリングみたいになってるから、カーリングみたい。ビリヤードやばい、行かない。あ、やばい、やばい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 、指が指が当たる。あ、やばい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 。しかも私一回さ、このゴムで弾かずにイエーイって模様地に模様地に送りました。でもさ、途中まで本当分かんなかったね。分かんなかった、これむずいね。これもう一回、ちょっとむずいわこれ。待って、頑張るわ。私なくなったら負けかと思ってた。私一回やばいやばい、なくなるなくなるとか言ってたけど、それ勝ちなんだ、なくなったら。よし、もう一回行こう、もう一回行こう、行くぜ。3、3、2、1、ゴー。これさ、違う違う違う、あ、なんか急に強い、ね、指がね、ポーンって痛くなってくんの、大変。やっぱ全然入んない。あ、全然入んない、あ、全然入んないけど待って、跳ね返ってくんねん。そう、跳ね返ってくんのよ。跳ね返ってさ、自分のとこに戻ってくんだよ。力加減むずすぎ。あ、やばいって、もよちゃんうまいって戻ってくんのよ。やばい、ちょっと邪魔しないで、もよちゃん戻ってくる。やったもよ、うまくない。力加減学んだ。待って、もう一回やって。待って、私こんなに劣勢になってんのは初めてに近いかも。しかもさ、これさ、え、終わりますとか言ってたのにさ確かに、え、減らしますダメ、ね、とか言ってたのに。そうだ、私頭使うのダメなんだ。ひどい、そのコメント。分かってるわ、チャクさん、分かってる。私そのゲーム歴長いから。すが、頑張らせて、いくぜ。お願いします。3、2、1、スタート。あ、ちょ、ほらもう、このさ、弾くのがもうそもそもやっぱモヤの方がうまいんだよね。なんでやばいやばい、全然入んなくなってきた。ちょ、真剣にやるわマジで。あ、ちょっと詰まってる。やばい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 なんか涙出てきた涙出てきたマジでうまいって。涙出てきた。見えない、涙で見えないよ。弾けないよ。やばい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 、やばくなってきたよ。やばいやばい、やばい、戻してくるんだよね。涙出てきた、おもろい。こんな、なんか、え、これ作ろっかな。まあ工作でね、作れそうな気がするよね。あ、なるほど、まあ、何にも考えてないもん。だって何にも考えてないから。うん、そう、もう惨敗ですよ、もよさん。私ということで対決終了です、はい、今回勝ったのは小山桃よ。え、本当
当に久々に負けた。いや久々勝った。くそということで、はいはい、負けた黒木ほのかさんには罰ゲームがございますよ、はい。ドリラジオネームメフさんから、ありがとう。ほのけもよちゃんこんばんは。こんばんは。新曲ダッサイにちなんでダサそうな語尾をつけて告知のコーナーを喋ってください。よろしくお願いします。むずダサそうな語尾ということでこんな感じでリスナーの皆さんから罰ゲームを募集します。以上、ありもの対決サンドリオンのコーナーでした。サンドリオンザレイディオ、飛ばさないで消さないで最後まで聞いてほしいんだ、ただ4分間だけの奇跡。お送りしてきたサンドリーオンザレイディオ、そろそろエンディングの時間だわさ。番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリーオンへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスサンドリーオンザレイディオまで。メールの場合はすべて小文字で son@joqr.net son@joqr.net です。また番組ツイッターで私たちの写真もアップされるんですわ。ぜひフォローしてほしいでガンス。そして番組のアーカイブが毎週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされるんで、もう一度アーカイブでも楽しむべきやわいな。わいな。そしてサンドリオンからのお知らせです。ベストアルバムサウンドオブベストがいよいよ本日発売。再レコーディングした7曲に加え、新規リミックスされた2曲と新曲星のラーム、メロンソーダフロート、ダッサイの3曲を収録した全12曲の予定です。予定じゃないです、もう確定です。通常版が3500円、特装版が6500円。特装版には10月8日に開催されたサンドリオンチアフルライブエールエールエールの映像を抜粋して封入します。さらにサンドリオンクリスマスライブサンドリオンララライブが12月24日土曜日に山のホールで開催されるペポ。チケットは現在いっぱい発売中でござるよ。詳細は公式ホームページをご覧ください。せーな。その他サンドリオンに関する全ての情報はサンドリオン公式ツイッターをご確認ください。ということで本日の放送いかがでしたか、このぺっちょんぱん。いやちょっとこの罰ゲーム久しぶりやったけん、うん、難しいゴンスな。ダサい。じゃあちょっとそんなほのぺんすぽんさん、次回のパーソナリティを教えてくれんゴンスランサー。次回のパーソナリティはなんと4人全員でごわすわ。わーお、ファンタスティック。やった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 、嬉しいね。ということで、ちょっと楽しいね、楽しみだね。ねちょっと久々やけん、うん、嬉しいわいな。やっぱね年末だし、年始、年末年始の特別な回を4人でお届けしたいと。お祭り騒ぎをする予定だわよ、うんうん、お便りとかね、4人宛てのお便りとかね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。それでは今回はこのあたりでお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイビー。